光と新立しげ。ゆきさんおち。どうも肉団子です。今日はチョウザメ造船でガチャグラやっていきます。よろしくお願いします。さあ武器はロラコラ使っていきます。さあ参りましょう。ギア構成はゾンビ構成ですね。さあまず初動はいい感じのとこにピンポン置いていく。前線様子伺って、おっと味方に落ち、ちょっと前線への参加が遅かったね。一旦この位置バッチシェーマッシュキル、オッケー、キル取っていく。右に落ち、左に、ナイス3落ち、ラップ左上ね、右から展開していこう。ピンポン置いて、いやー溶ける、いやぐらいに来たとこバッチシェーマッシュク、いえやられていく。さあ防衛だね、いやーやられるかこれ、ちょっといかつな横振り出しちゃったなこれ。あーどんまい。さあビーコンジャンプして、バッチシキル取っていく。一旦引いて、オッケー、しっかり回していく。あとガロンだけだ。さあ前出ちゃおう。いい感じの横にビーコン置いといて、中央取った、高台流れてスフィアで盤面荒らしていく。よいしょ、裏取り流れたね。味方のフォローをバッチシ、回しく、正面いるね、削った、しっかりと煮立てしく。敵さん落ち、リーコン置いてシフィアで盤面荒らす。よいしょ、隙を見せたとこでしっかりと横振り合わせていく。横振りしてヘイトをこっちに逃げていく。さ、当たらんか。横振り縦振りを織り交ぜてカウントアウト、オッケー、オッケー。はい、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。またねー。